はい、どうも児玉芳生です。ご視聴ありがとうございます。それでは光秀編第5章に入りましたんでやっていこうと思います。今回は丹波侵攻ですね。ということで光秀さんが丹波まで攻めていくのか、浅井朝倉を滅ぼして、まずは5章に入った導入ですね。平穏を取り戻しつつ、まず、前回浅井朝倉を倒して、で今日一帯での地位を盤石なものとした信長は、あの辺を未だ勢力の及ばない西方への反と拡大を狙う。とりあえず今色がついてるとこ一帯を今織田家が制圧してると。信長は西国最大の脅威である毛利の打倒を念頭に、でその足がかりとして丹波の制圧を目指す。毛利の前にまず丹波を落として、丹波攻略を命じられた光秀は、まあ、毛利の攻略に備えると黒井城に向けて出陣準備を整えるのであった。なるほどね。光秀さんが一人ではないだろうけど、片割れず、どうなんだろうな、秀吉とかその辺はいるのか、光秀の明智軍だけかな、光秀だけ任されたってことでいいのかな。丹波はどうかな、他に誰か仲間いんのかな、誰かいてくれると楽ですけどね。誰もいないと光秀と利光さんぐらいしか無双武将いないかも。行くぞ利光。そういや、あと光秀さん変わってるな、見た目が壮年期になりましたね。最近の光秀様本当怖いよな。俺迂闊に近寄れねえよ。雰囲気が変わったんだ。信長様ともども人が変わったみてえだ。噂じゃ悪鬼に疲れてああなっちまったとか。悪鬼に疲れたね。いろいろ噂されてんな。無駄口を叩く利光が嫌味というか、出発準備は整っていような。ちょっと怒ってるな。利光様、悪口言われて。はい、直ちに。っていうか聞こえるような位置で、聞こえるような声で悪口言うなよ兵士。アホなのか。怒られると決まってんじゃん。てか怒られるで済んでよかったな。無礼打ちとかされなくって。やっぱり変わったよ。はいるんだ光秀さん。光秀はね、これも全部光秀さんについてきてるな。親父の冷酷さに当てられて。光秀はだから対毛利戦で毎回出てくんのかな。親父を信じるって。あとそういや鹿之助ずっと行方不明だ。毛利に捕まったまま帰ってこねえのか。まだ親父のために戦う忍び。そのうち帰ってくると思うけど。よし出るぞ。三月がやる気になった。また前回な、三太夫にあれこれ吹き込まれてたからな。誓いを果たす。信行関連の話を。でまあ一家武器とかは、やっぱりいない人があんまり。で今回の敵は赤井さんと。赤井さんね、赤井さんというとアリさんマークの引っ越し者の CM のあの赤井さんか、もしくは名探偵コナンの赤井さんが思い浮かんでしょうがねえな。よーし行くぜ。赤鬼が赤鬼を残らず打ち果たす。赤鬼ね、無謀な鬼は残らず退治せねば。退治だ。じゃあ進路を開く。鬼退治で行くぜ。桃太郎出陣と。丹波は必ず俺が制圧する。光秀がやる気だ。味方は少ないけどな。だいぶ少ないよな今回味方が。援軍とか来ねえのかな。来てほしいな誰か。援軍来ないかな誰か。ああ撃たれた。ため攻撃あと一発でな。撃たれる前に倒せたのに残念。あばめるものか。一度駅伝。はい、どん。聞かせてもらう。縦のやつらぶっ倒して。見習わないとな。で今回なパートナー武将が今いねえからな。あとで誰か追加されんのかな。それともこのままかな。できればパートナー武将誰か来てくれ途中で。これなパートナー武将なしだと手が回らないんだよ。分担していけねえからな。やっぱパートナー武将で切り替えて進めるのはありがたいってのがよくわかるな。こうして一人になると一人は寂しいっすって。
一人の光秀さん。殿の相手にはならぬな。光秀さんの迫力に敵が強されてる。敵が強されてるんだと。明智よ、光秀の迫力はすごいのか。俺に切られる覚悟はいいか。おお、いきなり切られる覚悟はいいか。やはりここを通る。物騒だ。弓兵よ、残らず追いかけよ。なんだと、読まれていた。ここを通るのが。弓兵がたっぷり出てきたぜ。まあでも弓兵だからいっか。これがな、鉄砲とかなんか鉄筒の大砲みたいなやつだったらうっとうしいけど、まあ弓だからたくさんいたところで大したことねえな。弓なら大して食らわねえ。っていうか迅速攻撃で移動しながら攻撃してれば当たりすらしない。余裕だな。どうとでもなるな。はい、弓兵隊も片付けてきたかな。られると りあえず周りの弓兵片付けて、で片付けてからハイドカーンとぶっ倒すぞ。弱いな。赤井に巻き込まれたに過ぎぬ。赤井に巻き込まれただけ。こいつら負けたからって寝返りやがって。なんてやつらだ。光秀に切られる覚悟はいいかって言われてたけど、切られたくないから寝返った。光秀さん、それな、信用できねえ。悪さしねえか。俺があいつを監視するよ。バタノは信用ならないか。頼んだ頼んだ。価値はある。どいてくれ。やつの動向に目を。全く信用できんからな、バタノは。絶対裏切るからな、また。だいたいすぐ簡単に寝返るやつは逆もまたすぐ寝返るんだよ。なんだこれ、民兵頭倒しちゃっていいのかな。二打は倒していいけど民兵は倒していいのかな。これわからん、倒しちゃっていいのかな。ミッション発生しないからわかんねえ。まあいいや、めんどくせえ、もう倒しちゃおう。これでミッション失敗したら知らん。勝手に動いてどういうつもりだよ。何、はあ、旗の中我らが同胞に進軍の合図を送るのみよ。懸念があるならなんか共に来ればよ。罠っぽいな。兵糧運搬を企んでいたか。歯向かうならば、おお、民草とで切り捨てる。光秀変わっちまったな。確かに邪魔するなら民だろうが切り捨てるって言ってる。怖い、変わっちまったよ。確かに光秀、前はね民切り捨てることなんてしなかったのにね。だいぶ変わっちまったな。まあしょうがないね。目的のためには誰であろうと切ると決めだからね。よし、砦をまず制圧して、なんか民兵を倒しに行かないといけないから、どっち先にやろうかな。とりあえず民兵後回していくか。まずはこっちの砦から優先してやっていくか。制圧を。の刃、全ては破壊のために。っていうか全ては破壊のために。セリフが嫌だな。破壊のためにって、お前の力はそのためのものだったかっていう。よし、じゃあ乗り込むぜ。次の砦で、ここか。ここだ。俺の刃から逃れられると思う。よし、取り出せよ。で、とりあえず罠ではなかったけど、この後はどうだ。みんな、潜伏を解くのだ。これはどうなる。やっぱり裏切りじゃねえか。なんだ、やっぱり裏切ったな。中央砦に入った瞬間裏切るんじゃないのか。なんだ、制圧した後裏切るのね。もうちょっと後のタイミングか、砦入った瞬間かと思ったら変なタイミングで裏切るなこいつら。まあいいけどさ、倒すだけだ。美月がピンチか。ってカズに物言わせやがって。カズに物言わせてくるけど、まとめてかかってこないからどうにかなるかと思ったら美月やられた。光秀助けに来るのか。誰だ、利光か。誰、信長助けに来たの。ん、お前、あ、鹿之助か。生きてたのか、お前って。鹿之助一瞬で敵倒した。鹿之助、誰かと思ったら鹿之助だったか。無事だったのか、お前。ようやく帰ってきたな。何年越しだよ。だいぶ前だよな。
とっ捕まったの。すんげえ久しぶり。援軍として到着。まさかの鹿之助がね、ここで帰ってくるんだ。おで鹿之助がパートナー武将になった。よし、これで鹿之助に切り替えれるぜ。今はじゃあ鹿之助こっち行こう。分かった。よし、目の前の敵を倒せ。で、光秀はこの辺でザコちょっとぶっ倒してよーっと。っていうか、ハタのこの戦いサクッと裏切ってこっちに着いたと思ったら、またすぐ向こうに寝返って、ちょろ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 、どうしようやつらだ。結局最初からとっとと切っとけばよかっただけだよな。大した利用価値はなかった。ただただ鬱陶しい邪魔なやつなだけだよ、旗の。とっとと切って片付けるか。結局旗野さんに2度目。一瞬で。お前この野郎、さっきはよくも。ということで2度目の旗の秀春さんを撃破だ。おお、先に神代の隊長いた。こいつ倒しておこう。で旗の毛をどんどんぶっ倒してやるぜ。旗野さんたくさんいる。旗の一族ぶっ倒すぜ。欺きよって。この策ならうまくいく。うまくいくと。誰だ、三太夫かな。あやつってちょっとバカにしてるっていうか、相手を下に見てる言い方だからな。多分忍びの三太夫だろうな。あやつじゃなかったら毛利元就とか毛利家という可能性もあるけど、多分あの言い方は三太夫だろうな。裏で暗躍してんの。丹波の青鬼が参るか。厄介な。光線を避け。青鬼。を早急に制圧するか。青鬼と赤鬼がいるのか。獅子を折れば戦えない。周囲の仲間から切り捨てる。よし。青鬼なんて泣いた青鬼にしてやる。ということで泣かせてやるぜ。あ、ちょっと待って、時間制限付きか。じゃあサクサク倒しに行かないと。光秀こっち来ちゃってるじゃん。お前らクソ、すぐ合流したがるから。この武将どもめ、畜生、間に合うかな。4体撃破でしょ、武将。さーて、サクサク倒していかないといけないな。となると時間制限との戦いだ。1分30秒でサクサク片付けていかないと。まず1人ターゲット、1人ダウン。次のターゲットで走れ馬、走れ相場よ。いけー。よーし、2人目。あと1分15秒、サクサクいくぜ。手早く片付けてやる。さらばだ。で、光秀を移動させてる間にこっちで鹿之助で倒すか。行くぜ。久々の鹿之助だ。やるぜ。帰ってきたぞって、アイルビーバークの約束をしたからな。帰ってきたぜ鹿之助は。よし、あー、弾かれた。弾き飛ばされたけど、よし、倒したいない。倒した。で、あと1人と、他に武将がいた。こっちに行かせて。鹿之助は適当に武将の相手させて、光秀がこれで、よし、あと20秒倒せた。よし、青鬼、よし、全力で泣かせて泣いた青鬼にしてやる。悔しい、泣いても許さんぞ。こっちだな。ターゲット発見。あそこだ。でもその前にどっかに神代湖隊長がいる。音がどこからしてる。どこだ、発見。よし、これで俺の刃から逃れられると思う。敵の有利なフィールドが解けたぜ。ぶっ倒してやる。はい、ドカーン。
微妙に倒しきれなかった。破れるでしょ、大したことなかったな。さが青鬼だ、名前負けしてるぞ。所詮雑魚だったな、所詮やつはモブよ。ここまで攻め込まれてはもはやかなわぬ。我らは織田に降伏いたす。本当か、本当かな。鳩野さんがあれだったから超疑っちゃうんですけど、降伏したとしてあとどんだけいる敵が。こんだけか、怪しいぞ。本当かな、また罠だったりしないかな。怪しんじまうぜ。ここで散れ。またミッションか。これ以上敵を増やされてたまるか。吹っ飛んでもこうかな。とりあえずザコを片付けといて、あ、いたいた。吹っ飛ばしちゃうとたまに敵将がどこにいるのかわからんくなってしまう。よし、これでやったぞ。あとはこっちの敵を倒すだけかな。なんと見事な。光秀が突っ走ってっちゃった。まあいいや、鹿之助ちょっとザコ片付けながら行こう。まだ倒し足りない。城内の敵を片付けろ。決してためらうなって言ってる。遠慮せずに敵をぶっ殺せと。なんたる無慈悲な。無慈悲って言われてる。打ち死に。まあそういうこともあるかな。あ、てか降伏の意思表明したけど、結局あれか、味方になるわけじゃなくって降伏しようとするやつらを倒すってことね。てか降伏しようとしたやつら倒すんだったらさっきの旗のも倒せよ。最初から利用価値あるとか言わずに。なんだよ、やってることめちゃくちゃじゃん。光秀、敵を倒すのか利用価値ないからか。利用価値ないからあいつらは降伏許さなかったんだろうか。旗のは利用価値あるとか言って寝返らせといて、降伏してきたやつらは切るって、やってることがはっちゃめっちゃだぜ。とりあえずこいつら倒しとくか。不愉快って言われた。非常さ不愉快って言われた。その腐った少年ごと。まあでもな、降伏したからって助けてもらえるとは限らんのが戦いよね。そんなもんだよ、誰にも阻めはしない。よし、これでじゃああとは赤鬼さんを倒せばいいのかな。よし、鬼退治だ。猿もキジも犬もいねえけどな、一人で鬼退治じゃ。ほらほらほら、一応奮起してるけど所詮モブだからな、そんなに強かねえ。奮起してパワーアップはしてるけれども元の能力がモブだからしょうがないね。これがな、無双武将で忠勝とか勝家とか猛将だったら多分クソ硬くて強いんだけど。もう赤鬼に悪鬼が見えるって言われた。鬼に鬼って言われてもな。ああ、そして武器がここにあったのに。くそ、これは何を信じれば。光希が何を信じればいいか迷い始めている。俺はまだ止まれない。みんな迷ってんな、戦国無双5。最初の頃は光秀とかが何するべきか迷ってたし、今度は光希が迷い始めている。久しぶりだな、鹿之助。よく帰ってきたな、無事に。俺、山中鹿之助が便所脱出してきたんか、毛利から。鹿之助、まさか、誠に生き延びていようとは。このセリフ、お前マジで生きてたんかって。必ず帰ってくるって。死んだと思ってたのか。俺は約束を守る男だ。まあでもそんなもんか。だってもう何年経ってんだ、マジで。本当によかったよ。何年越しだからな、そら死んでると思っても不思議ではないか。まったく、三月は相変わらずにぎやかだな。で、光秀は変わってしまったと。まあ、すまない。俺は外す。再会を喜ぶでもなく、俺は外すって。鹿之助してやる。テンション低い。で、鹿之助があれか、光秀が変わったことを感じ取るのかな。すまない、鹿之助。今の殿は
多忙を極めしようかと。都市滅のこのフォローよ。ああ、いいっていいって。いい部下を持ったな、光秀。忙しい中引き止めて悪かったな。光秀は着実に理想に近づいているみたいだ。どうなったのか。もっと頑張らないとな。鹿之助はこれでやる気をまた出すわけか。でもどうなんだろうな、あれは順調に理想に近づいてると言っていいのか、謎だ。で評価 S レベルアップと。で鹿之助も2レベルアップ。さてあとはなんか会話あるのかな。おお、濃姫だ。孫一に撃たれてお亡くなりになった濃姫がローディング画面に。濃姫もな、まさかあそこで死ぬとは最初思ってなかったけどな。あ、で久秀来た。お待ちしておりました光秀殿。はあ、本日もなんかもう愛も変わらず清きお人柄というかあれなのか、すでにうさんくさい。要件は何だ。めっちゃうさんくせえ。では単刀直入に。勧誘だ光秀殿。どうか信長に一緒に謀反を起こせと歩んではいただけまいか。いうことですかね。私が作る理想の世。理想の世ね。そなたにはその一員となっていただきたいのです。久秀が言う理想の世ってうさんくせえ。何かと思えば信用できないんだよな。こいつ信長を考えているならばやめておけ。今の信長にあなたが叶うはずもない。久秀に理想の世って言われてもなんか、それに悪役に一緒に世界征服しようぜって言われてるような感じで、他の理想のため振るうつもりは毛頭ない。光秀は信長のためにしか戦わんと。ご安心くださりありがとうございます。ですが心配ご無用です。なぜなら私には三太夫がついてる。伊賀者、少しおしゃべりが過ぎました。伊賀者がついてるってことだろう。では私はこれにて色良い返事をお待ちしておりまする。いやー、色良い返事欲しかったらその態度をまず改めるべきだと思うな。あんな態度で俺も仲間になるぜっていうやつはいねえ。態度がなー、すっげえ怪しいのよあの人、雰囲気が。まあ桃地さんだ言うが裏でこう味方についてんだろうな、間違いねー。ということで今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録等もよろしくお願いいたします。それではさようなら。